これからよろしくね、三宅渡るくん。久米先生って結婚してのかな。お父さん、今の電話の相手。昔からお世話になってる父親代わりみたいな人。どうしてその人はお母さんと結婚しないのかな。そろそろ帰らないとじゃない。あいつ鈍いから怪しいんでもないからね。本当の意味で罪を償わせたいの。リコの状態は。何かあったらどうしよう。夫の家庭を壊すまで月曜夜11時6分。